はい、こんにちは、なるかみです。今日は、まあ、8月の頭ですが、大変暑い日が続いております。まあね、キッチンの中で、ご家庭の中でなかなかね、暑いところで暑い料理作るのも大変だと思いますので、まあ、そういう暑さをしのぎながらまた楽しんでお料理をできるお料理をいくつかご紹介したいと思います。よろしくお願いします。まずはですね、まず最終的にちょっと冷たい、気持ちのいいお料理に仕上げていくんですが、その工程で一つ一つちょっと分けてご説明したいなと。今日はまずお出汁を使ってさっとね、簡単に揚げ出し茄子ができるので、冷たく冷やして、出汁に漬け込んでおいて、その出汁ごと楽しめるように最終的に持っていきたいと思いますね。ではでは、まず出汁からいきます。昆布をね、まあ、半日でも、まあ、せめて、まあ、1、2時間前でもね、漬けておいて、今僕はまあ弱火でゆっくりと沸騰直前まで持っていきます。弱火というか、まあ、中火から弱火と中火の間ぐらいかな。昆布の香りを、僕はちょっとしっかりこの料理を出したいので昆布をね、出します。そうしましたら、ある程度沸騰する直前になったら昆布を一度引き上げて、カツオを入れますね。カツオはもうこうちょっとこう血合いも入っているような、家庭で使いやすいものを選んできました。はい、でこれも入れたら、なんかこうすごい高級なカツオだしっていうわけじゃなくて、ちょっとこう小家庭風にしっかりとしたお味にしたいので、入れて弱火で少し5分ほど煮出して、それからこしたいと思います。はい、少しこう湧き上がる寸前まで来ましたので、昆布だけね、まず取り出します。はい、僕はまあ利尻の昆布使いますが、そしたらそのままカツオを入れます。でその弱火のまま、こう血合いが入ったような、結構普通にスーパーで売ってるもので結構です。で少し弱火のまま5分ほど煮ます、僕は。でそれからこしていきますね。その間にお茄子ですね、揚げ出し茄子にしたいので、まあ、いわゆる焼き茄子のようにするんですが、まあ、焼き茄子じゃなくて揚げて、お出汁に漬け込みたいと思います。ですので、このヘタを、まずこのヘタを少し上の方で、ね、切り目入れて、取っちゃいます。こんな感じで、ね、はい、そしたら揚げるので、パンクしないように、縦にまあ4つか4箇所ぐらい刃先で、あんまり中まで突っ込む必要ないですね。皮だけ切れれば。はい、ちょうどね、その間に5分ぐらい経ったのでこしていきたいと思います。香りがもうすごく良くて、カツオの、まあ、リードペーパーとかね、ザルで揚げていただいて、でね、軽くだけ僕は押します。軽くだけで、できたらこういうカツオのお出汁ができます。火にかけていただいて、本当はね、まあ、お酒、みりんっていう風に順番にいくんですけど、まあ、お家でやるには、まあ、それ大変だと思うので、ここに分量のお酒、みりん、醤油を入れちゃいます。でまたここで沸騰直前まで持っていったらお出汁出来上がりですね。ではね、もうほぼほぼ沸く寸前ぐらいまで、普通と来る手前まで来たので、このまま僕はもう冷ましちゃいますね。鍋ごとでもいいですし、まあ、もちろんなんか容器に移してもらって結構です。これをまず出汁は冷やしちゃいましょう。そうしましたらですね、このまま先ほどの茄子を揚げて、出汁漬けにしていきますね。油は約ね、160度から170度ぐらいで、フライパンで、まあ、茄子浮いてきちゃうので、まあ、茄子半分ぐらい浸かる程度に、入れていきます。切り目入れとかないとね、パンクしちゃうので入れときます。まあ、結構ね、焼き茄子、まあそういう、 こう焦げた香りがつくっていうのももちろん美味しいですし、味もいいんですけど、結構こう
デロデロとこうなんか柔らかすぎたりとかして、まあ、それも良しなんですが、まあ、ちょっとそのナスの綺麗な鮮やかなグリーンでこう、まあ、だし漬けにするとまたその美しいね、まあ、ナスの召し上がり方かなと思いますので、これもまあ実際、まあ楽だと思いますよ。たまにこう返していただいて、で火入れはまあこういうトングでねやってもお箸でもいいんですけど、ギュッてまあ柔らかいなって思うぐらいまで、芯の方まで柔らかくなってるなっていう感じになれば OK だと思います。はい、まあなんかこうふっくらとねぷっくりとしてちょっと開いてきたり、切り目が開いてきて、もう中までこうギュッとして柔らかくなったら、もう氷水入れちゃいます。はいはい、さっと冷めたら皮を、剥いていきます。はい、先ほど取ったねお出汁にナスつけておきます。まあ、もちろんこのままね召し上がっていただいても美味しいんですけど、もう少しちょっとアレンジさせていただきますね。今回は揚げ出しナスをこのまま冷蔵庫冷やしておいて、ね、また食べるもよし、まあ、もっと量を作ってね、美味しく召し上がっていただいてもいいんですけど、もっと夏らしい洒落た料理に展開していきたいと思います。今日は揚げ出しナスでした。チャンネル登録お願いします。